ミトン・ミオの身を尽くし。はい、皆さんこんばんは。ミトン・ミオの身を尽くし、こんばんも、よろしくお願いします。はい、ではですね、いつものからやらせてください。こちらトリゴヤーズリー FM はトレイルフレッシュという空気清浄機のようなものを使って、換気消毒などしております。また入れ替えの時間にですね、消毒とか窓開け換気を行っております。はい、で今日はゲストさんがいらっしゃってる回なんですけれども、はい、こういうね、これ何透明のついたって、これなんて言うんだっけ、これの名前がわからない、こういうものもね、用意させていただいております。はい、こちらミトーミオの身を尽くしなんですけれども、ハッシュタグミトーミオの身を尽くしをつけてツイートしていただけることでコメントを募集しております。ハッシュタグミトーミオの身を尽くしで番組へのコメント質問などをお願いいたします。はい、でですね、こちらの放送ツイッターのスペースという機能をつけて使って同時放送させていただいております。画面が見たいという方はトリゴヤーズリー FM の公式放送の方からご覧ください。はい、ではゲストさんがいらっしゃってるんですけれども、先にですね、ちょっと今日の1枚だけやらせていただきます。今日の1枚です。はい、もうね、今日いらっしゃるゲストさんに合わせてね、ちょうどいい感じのあれなんですけれども、リアル脱衣麻雀ポロリはバップですという番組の収録をしてまいりました。こちらですね、すごいタイムリーなんだけど、1月30日に放送される番組でして、ちょっとあの衣装がね、まだお見せできないんですけれども、リアル脱衣麻雀の番組を今まで1回戦2回戦3回戦4回戦ってやってきまして、で僕4回戦のところに出させていただいたんですけど、各放送の1位の方々がね、集まってグランドチャンピオン大会、1位の4人で麻雀をまたやって、さらに1位を決めるっていう大会に、出演させていただきましてですね、4回戦でね、運よくトップ目になれたので、また、番組に出演させていただきまして、こちらの放送がね、1月30日にあります。はい、という告知から始まりますが、はい、でなぜこの番組にね、出演できるようなね、ちょっとまあご縁があったかと言いますと、ちょっとある方のね、まあ僕の知り合いの中で唯一麻雀のね、麻雀の話っていうか、麻雀のねご縁がある女の子を今日は呼んでおります。はい、では早速一人で喋っててもあれなんでね、はい、早速お呼びしたいと思います。本日のゲストはこの方です。お願いします。この方ですって言ったけど、ずっと名前置いてあったからあれなんだけどネタバレはい、では自己紹介お願いいたします。はい、日本プロ麻雀協会所属のグラビアアイドル、柚木彩乃です。よろしくお願いします。麻雀協会所属のグラビアアイドルすごい肩書きが、なんて言ったらいいかなと思って、でもそれが一番合ってるかなと思って、はい、女流麻雀プロでありグラビアアイドルも兼業ですね。はい、はい、ゆずぱいさんいらっしゃってもらいました、ありがとうございます。お願いします。ちょっとさっきのね、番組にね、紹介してくれたのもゆずぱいちゃんなんですけれども、はい、ゆずぱいちゃんと僕は麻雀を教えていただける会、うん、合ってる麻雀講習会みたいなのがありまして、先生がね、大井隆治さんと村上純さん、ずんたんなんですけれども、うん、その麻雀講習会でお会いして、ちょっとでも仕事でね、一緒になることがね、もうほとんどなくてね、撮影会で一緒になったことある？名古屋ね。あ、名古屋か。一回だけ？うん。だけだ。なので表立ってこう一緒にいるところを見ることが、うん、ほとんどないかもしれないんですけど、結構その麻雀講習会の方では何回もね、一緒に、うん、お勉強させていただいてまして、でゆずぱいはその講習会の中でね、もうめきめきと実力を伸ばし、ついにプロになってしまったと。そうだ、言ってない、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いつなったんだっけ？
去年の夏7月になりました、うんうん、麻雀を始めたのは、まあ、ちょうど丸2年だったんですよ、うんうんうん、麻雀始めて。なんで2020年の1月に始めて、で1年半でプロになった。はい、すごいよねそう、その間もね、あの普通にグラビアのお仕事をしつつ、うん、まあそのプロになる前からね、麻雀のお仕事もしつつね。いやすごい、あの講習会からプロが出たってなったらね。でももう一人いるんですよ。嘘、一人だったの？もう一人だったの？前に石田彩音っていう子がいて、はいはい、その子が先に協会に入って。あ、そうなんだ、知らんかった。え、その子も講習会から始めたってわけでは。なんか一応もともと麻雀勉強していたけど、うんうんうん、大井さんにと村上さんに教わりたくって、うんうんうん、途中から入って。へえ、そう。あ、そうなんだ。じゃあ2人も出てる。私それ聞いてなかったわ言ったけどよかったなんかあの、いやでも本当にすごいことですよ。あのゆずぱいは本当にゼロだったもんね。ゼロの状態で入ってきて、で僕もまあゼロの状態で始めてはいるんですけど、ゆずぱいよりは多分もうちょっと早い、うん、半年かくらい前からいたはいたんですけど、まあ、ちゃんとね取り組むことの大切さをちゃんとやればすぐ上達できるっていうのも本当に勉強熱心なゆずぱいが証明してくれますなんか楽しくてね、はい、やってるうちにね、すごいすぐハマったもんね、うん。でなんかあのみんながやりたがらないあの点数計算とか、うん、そういうのもいち早く覚えてきて、あっという間に抜かれて遠くに行ってさようならいやついてきてはい。でね、ゆずぱいちゃんとこうやって表立ってね仕事することあんまりないので、今日は僕からの質問を用意してきたので、ちょっと一問一答を最初にやらせていただきたいと思います。はい。でですね、ポンポン質問していくので、短めに答えていただいて、後からね気になった答えを深掘りしていきたいなと思います。はい、ではいきます。ゆずぱいさんへの一問一答です。名前は？ゆずきあやなです。趣味は？趣味はマージャンです。お、昨日の夕飯覚えてますか？はい、オムライス。オムライス。好きなマージャンの牌は？はい、チュン。チュン。好き、あ、最近嬉しかったこと。嬉しかったこと、あ、ちょっと待って、なんだろう。ポンポン、嬉しかった。今年初役満が上がりましたね。おーおーおー、はい、初ゲストの、今年の初ゲストの時に3番なんですけど、うんうん、国試を上がれたので。お、国試を上がった、はい、早速今年の初役満が達成ということで、うんうん。好きな男性のタイプは？は、私より頭がいい人。お、外食派？自炊派？外食好きだけど自炊も最近ハマってるので。お、じゃあ、うん、あ、はい、外食かな。外食派。最近買ったものは？買ったもの、イヤホン。お、イヤホン。毎日の日課はありますか？日課、え、なんだろう、え、変わる？え、そういうことなんだ。宝物は何ですか？宝物、それが一番難しい。宝物？ジャンタク？あ、以上になります。はい。サクサク出るとこと出ないとこの差が激しかったな。なんだろう。最近嬉しかったこと出ないときに、え、嬉しいことないのって思って心配になっちゃった。なんだろう。いや、なんか日々麻雀してさ、うんうん、上がれば嬉しいじゃん。うんうんうん、けどそれって。割と簡単に得られる喜びだから。あ、確かに、うん、簡単に得られる喜びはい、ではゆずぱいのね質問の中からちょっと、あ、お答えの中からねちょっと気になったもの、はいはい、まあ、趣味は麻雀で昨日の夕飯はオムライスを食べたと。可愛い女大体オムライス好きよなパスタとねオムライス、ね、好きだよね、うん、はい、好きな麻雀の牌がチュン。チュン。なぜ？なんかやっぱ麻雀で、まあ多分だけどスマホの変換で、ああ確かに、マージャンって書くと必ずチュンの牌しか出てこなくて。そうだ、マージャンの絵文字がチュン牌なんですよ、うん、そう、皆さん知ってましたか？チュンしかないんだ。チュンしかないので、マージャンといえばチュンのになっちゃうから。確かにそうかも。で、まあ、E ピンとか、うんうんうん、G マンとか、うんうん、まあ、
赤なんとかね、赤だよ、やっぱ赤好き、赤好きだから、打点だからね赤ありに限るけどはいはい、そう、競技は赤ないから、うんうんうん、チューは赤いけど関係ないもんね。薬杯だけどね、まあ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 、いい飯つくけどね。確かに確かに、うん、あでもチューなんか僕も好きね、可愛いよね、可愛い、可愛いし分かりやすいし色ついてるし、やっぱそれがやっぱ麻雀牌なんだよね、なんだろう、その絵文字の麻雀牌だから。あ確かに、まあフランクな感じでね、うん、一番フランクな牌というか、だって最初さ、あの麻雀始めた時に、うん、イーソー、うん、イーソーがイーソーだって分からないところから入るじゃないですか、ね、あれ薬牌じゃないのみたいな、ねねね、柄すごいじゃんみたいな、うん、そしたらこれはあのエースのスペードと同じ、あエースの1と一緒だから、うん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 、派手なだけで特に意味はないみたいなすごい分かる、あ そうなんだみたいな、鳥なのになみたいな、うん、全然1じゃないじゃん、そうそうそう、全然1じゃないよね、そう鳥1匹だから、まあ1はね、なんかあれ騙された気になったな。ちなみに僕はトンが好きです。ミトのトなんで。あ、なるほど。はい、もう由来が これですね。わかりやすい。はい。それだけの理由。まああとダブトンしやすいっていう。確かに。っていうことですね。確かに確かに。はい。最近嬉しかったこと、100万。はい。上がった。さっきでも結構喋ってくれちゃったから。そう。聞いちゃったと思って。サンマだからね、あんまり。そんなに珍しくないんだけど、僕さサンマをやったことがないとないんですけど、うん、サンマってソウズの2から8がないんだっけ、マンズですね、マンズの2から8がないんだ、ない、じゃあ国士は上がりやすいってこと、上がりやすい、あそうなんだ、そうもともとね、マンズの2から8がない分、うんうん、2から8だから何枚だ、432、うんうん、範囲がないから上がりやすいよね、うんうん、まあそっか、普通に考えたら上がりやすいの、サンマって、でもなんかすごい早く終わるって聞いたことある気がする、早い早い気がする、1曲がめちゃくちゃ早い、うんうん、まあ回ってくるのも早いしね、うん、あのね手が疲れるあーすぐこうやらないこれが多いから、はい、角がね、そう、なるほどね、確かに、まあ、サンマ打った後はね結構肩凝ってるでも確かにさ、一日中やる人とかいるじゃん、いる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 じゃん、なんか僕ほんと一曲打つのでもはぁ、なんか頭も、うん、手もはぁっていう感じなんだけど、あれすごいよね、みんなずっとだってこの動き、そのはい、ね、動作ね、これだけでも結構疲れるし、まあ、なんかちゃんとしたさ試合とかだとさ、なんかちゃんとしてないといけないし、かしこまって、そうそうそう、あとなんか足組んじゃいけないって聞いたことあって、なんか足を組んでこう打ったらいけないみたいな、え、そんなことないの、いや足見えないから、あ見てないかも、足確かに卓の下じゃん、で範囲の範囲っていうかその卓、うんうんうん、確かに外から見たら番組とかだと映った時になんかこいつ足組んでんだみたいな、足組んだよな、確かに対局の時はよくないよくない感じなのかな、けどなんかお店でね、うんうん、お客さん同士で打つ、あもう こうですかいるいるいる、わかんないけどこうですか、なんかほんとあぐらかいてる人もいるぐらいだから、あそうなんだ、もう家みたいな、とんでもないマナーの人結構いるから、まあ、それを怖いと捉えるか、まあなんかフリーだなみたいな、自由だな、うん、ちゃんと打ってるならまあ足はどうとでもなるみたいな、うん、足はそんなに見てなかったかも、確かに公式対局では確かに足見えないもんね、うん、普通に雀荘とかに行ってる分には、ね、今さこの画面でさ、うんうん、テーブルがあるじゃん、うんうんうん、これ卓だと思って想定すると足見えないんだよ、確かに、僕今は組んでないですけど一人の時組んでる時あります、うん、ごめんなさいでも多分スタッフさんからは見えてるから、あそうだよね、こいつ態度悪いなって思われてるかもしれないはい、長いスカートだったら分かんない、あそうだねスカート履いてこようじゃあ、はい、好きな男性のタイプが自分より頭がいい人、うん、これはなんだろう、尊敬できる人、あ簡単に言った、じゃあ麻雀も自分より強い人の方がキュンってする、まあ、強い人は単純に尊敬するから、だから自分に、あ逆に言ったら自分は本当初めて2年のペーペーだから、うんうん、大体の人がみんな私より上手いから、うんうんうん、大体の人尊敬できる、あじゃあみんなチャンスがあるということですね、はい、あと最近買ったものがイヤホン、はい、
イヤホン壊れちゃって私なくすんですよ、イヤホンなくすから、え、あれエアポッツみたいな、はいはいはい、紐ないやつ、紐ないやつ、紐ないやつって今の子がないからあのコードレスイヤホンっていうんですかあれは、コードないやつが多分持ったことはなくって、うんうん、持ったらなくすし落とすから普通にコードありのやつ、うんうんうん、けどあこういうやつね、こういうこれみたいな、うんうんうん、こういうやつね、けどそれ結構痛んで、うん、音が聞こえなく、確かにコード切れちゃう時もあるもんね、そうで、そんな感じで聞こえなくなって、え、コードレスを買ったの？うん、コードまたコードありなくすの怖いからね、うん、大事、はい、あと外食派、自炊派でどっちかって言ったら外食派、うん、どっちかで言ったら自炊もすることある、ある、でもなんか今時また外食しにくくなっちゃったからね、うん、ちょっとね、作んなきゃいけない。ちなみに麻雀、雀荘行くことあるじゃない、うん、雀荘にいるときは何か食べるの？食べない、何にも。あ、まあゲストで入るときは、うんうん、その休憩が控室でそう、はいはいはい、もらえるから普通に買って食べるけど、でもお客さんとして行ったら大体そのまま売ってる。お腹空きそう、頭使うし、なんか友達女子セットとかだったら、うんうん、なんか片手で食べれるものだったらいいけど、うん、麻雀って結局両手使うから、うんうんうん、その揃えたり上がったり、うんうん、でなんか左手置いた瞬間にあそろそろなのかなとか思っちゃうと、そうなんだ、嫌だから分かんないけど見てるねなんかそうそう、なんか、まあ、こうやってちょっとここ見えないですけど、うん、こうやって打ってるのに急にここに置き始めたらもういつでもいつでもみたいな感じになるのか。なんかその泣きたい範囲がある時って集中しないといけないじゃん、うん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 、だからまあ別にお茶飲んでても泣きたい範囲やったらポンとかチェとか言えるけど、うんうん、でもなんかあ、でも確かにそれはあるかも。なんかうん、食べ口を話してる時はなんかこいつ泣こうとしてんのかなみたいなめちゃくちゃ真剣に見出したらあ、なんかちょっと、あ、確かに察しやすい人と、別にあんまそれ当てにもしてないんだけど、はいはいはい、なんかさっきまでペラペラ喋ってやってたのが、うん、急にシーンとしだしたり、逆でずっと真剣にやってた人が突然ペラペラ喋りだしたら、うんうんうん、なんか変だなみたいな、わかりやすいなみたいな。なんか自分も、はい、あのその脱衣麻雀の、うん、あの試合の時にね、リーチする前に多分あーって言ってんのよ、なんか持ってきて悩んでリーチするかしないかみたいな迷ってる時にあーみたいなこと言ってるっぽくて、うん、無意識なんだけどわかりやすい、まあ、素人だから素人なんで、うん、すいませんそうで、なんか2回戦あたりから僕があーみたいなこと言い始めたら、うん、あリーチだリーチだみたいな感じになっちゃってあわかりやすい、これダメだ向いてないって口ね押さえておかないとダメだね。そうね、毎日の日課が顔を洗う。いや、え、僕麻雀って言うかと思った。日課ではない、毎日、でもほぼ毎日やるよね、うん、でもね今はね、けどなんか朝起きて麻雀するってことでもないし、確かに朝起きて麻雀するってどういう状態？まあネット麻雀ならできるけどね。ああ、まあまあ確かに。で麻雀って時間が読めないから、うんうんうん、まあ長いと本当にね、それこそ2時間とかかかる時もあるから、なんか余裕がある時じゃないと落ち着いてできなくって、確かにケツがあるとそわそわしちゃうもんね。まあネットマンションそれがないためにそれぞれ制限時間があるアプリがほとんどなんだけど、でもそれでもね、連チャンがあると、あれ電車この乗ってる時間にやればよかったのに、めっちゃわかるわ、着いたけど終わってないみたいな、わかる、めっちゃわかるわなんかあの僕もあのゲームでねアプリバージョンやってた時に、うん、なんか多分電車10分ぐらい乗るから終わるだろうと思って始めたら、うん、終わらなくて乗り換えの駅過ぎてるみたいな、あーあーでもあーみたいな時ある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 よね。そう、はい、で宝物がジャンタク。うん、ジャンタク。ジャンタクっていくらぐらいで買えるんですか？25万普通のあの全自動のハイパイのやつ、うん、あ、ハイパイは全自動じゃないんだけど、うん、手積みの、あ、あ、ハイパイ山は自動で積まれていて、それぞれの持ってくるところから持ってくるのは自分で、はいはいはい、部屋に置いたのはいつ？
いつだっけ、今年入ってから、あ、じゃあ去年だ、去年2021年だ。そうだよね、今年入ったら超最近。僕去年いろんなところからゆずぱいんちで麻雀したって聞くんで、はいはい、でもね、買ったらね、なんかあの気軽にできるもんね、うん、呼びやすいしね。女の子とかはね、やっぱ雀荘行くよりなんか友達ん家で集まってワイワイやる方が楽しそう。楽しい、楽しそう、やろう、やりましょう言わせたみたいな超羨ましそうやりたいやってください、もうぜひやる。そう、そんなね、あの麻雀一色生活をね、ただいま送っているゆずぱいさんなんですけど、はい、コメントがね、いろいろ来てます、うん、どれ読もうかな。すごいいっぱい来てる、いっぱい。あのね、一人の時は来ないんだけどねそうなの、そうなの。なんかでもやっぱあの来てくれた、誰かが来てくれた方がこういう話をするんだろうなっていうのがね、あれそう、あれそうですね。はい、これはパーテーションというらしいですね、このついたてみたいな。はい、ありがとう。アクリルパネルとかとも言うね、はい、アクリルパネルですね。はい、コメントが多すぎて今選定に困っております少々お待ちくださいすごい。はい、ではこのコメントからいきます。はい、ももたんさんからのコメントです。こんにちは、桜のももたんです。前回の放送でゲストが柚木彩乃さんと聞いてテンション上がりまくりです。僕が今注目してる最強の2人が一緒に話すところ実は見たことないんです。楽しみで仕方ない。2人の出会いの話聞きたいです。最強の2人なんかそんな映画あったな。 あったっけ。あった、あの、おじさん2人の映画だけど、それは女の子、かわいい女の子、かわいい女の子のね、2人のね、うん、そう、出会いの話はでも、そう、さっき言ったように、うん、麻雀講習会なんですけど、多分僕人見知りで、そういう何ですか、仕事じゃないようなところではほとんど一言も喋らない、発さないので、うん、超感じ悪い人だったよね。いや、大丈夫ですか。なんか全然そんな感じはしなかった。うん、なんかあのコロナがね落ち着いてる間とかは結構講習会の後に、うん、まあ親睦会みたいな感じで、うんうんうん、そう、ご飯に行ったりとかして、でそこでお酒が入ると少し喋れるんですけれども、すぐ顔がね真っ赤になってね逆に言うとね、酒が入らないと多分喋れん、あ、まあ、これは仕事だから喋れるんですけど、うん、そう、お酒が入らないとね、そのプライベートの状態でね、なかなか話せなくてね、本当にゆずぱいはあのオフでもほとんどゆずぱいです。はい、ほぼこのまんま、このまんま、このまんまですね。何も変わらないと思う。何も変わらないと思う、うん、本当に、うん、いいなオフあんなに感じ悪いのやめたいんだけど、感じ悪いかな、本当に。あんまりなんかそんなに感じたことない。人見知り感、人見知りは人見知りだっけ、ちょっとだけあるけど、私も人見知りするよ。本当、うん、全然感じない、なんかみんなとすぐ仲良くなってたような気がなんかね、する人見知りを隠してたらそうなってるそうか、それなんか前に言われたことあるな、なんか私人見知りなんでって言わない方が人見知り治るよって言われたこと、うん、ああそうかもそうかも、言っちゃうもんな。なんか人見知り、逆に私全く知らない人の方が喋れて、自分もそうかもしれない。だって自分、あ、その相手は私が人見知りなこと知らないから、そう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 、喋れるみたいな、そう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 けど、まあ、二度と会うこともないしなみたいな。そう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 。そうだから、それで言うと、だからこのモデルさんとかが一番人見知っちゃうんだよね。うん、あ、わかる。なんかあとコロナ始まってからあんま人と喋ることもないようにしようじゃないけど、なんか撮影会とかで控え室があって、うん、結構距離もみんな離れてて、うんうんうん、前まではわーってめっちゃ喋ってうるさかったけど、うんうんうん、もう今全然みんなイヤホンしてシーンみたいな。イヤホンまでされると話しかけられたくないのかなって思っちゃうな。話しかけないよね。話しかけない、うん、僕更衣室で発する言葉はだいたい、あ、後ろ閉めましょうかと、あ、お弁当来てますよぐらいしか発さないから、確かに。あとはもう本当知ってる子がいなければもうほとんど静かにしてますね。うん、大体そんな感じ、はい、全然あの出会いの話から脱線しちゃったはい、次のコメントいきます。
あれさっきのどこ行っちゃった。あったあった。ファイブマコさんからのコメントです。ゆずぱいさんの好きな麻雀役は何ですか。好きな役満は何ですか。プレイスタイルはどのプロに似てますか。好きな麻雀プロは誰ですか。みおさんも答えてほしいです。ちょっとね、めっちゃいっぱいある、ね、質問が多いんでここに置きますね。好きな麻雀役は何ですか。役は単品三色イーペーコーなんだけど。単品三色イーペーコー、はいはい。タンヤをピンフ三色、まあ三色同順の方かな。三色同行はなかなかなんないんで、うん、でイーペーコー112233、うんうんうん、あ、タンヤだから223344か、うんうんうん、とかがいいかな。それだといくらになるの。だいたい羽まんは作れますね。おつまり高めの点が手が好き。大好きじゃあ好きな役まんは何ですか。役まんは国士ですね。国士上がっでも上がれるんだろうな。僕一回振り込んだことあって、うん、その脱衣麻雀の放送第4回の放送の時に1回戦目から振り込んだ、うん、国士、うん、やばめっちゃ見え。でも誰が切ってもおかしくない、9ピンとかだったかな、うん、誰が切ってもおかしくないですねみたいなところで普通に9ピン切って、うん、それでローンされて、うん、ローンされてって言う、うん、ローンされてって言う、うん、大丈夫。ローンされてそれでもう国士だってなった時にわっわーみたいな。なんだよ。もうなんか国士をその公式的な放送で上がられたことの感動、うん、すごい初めて見たみたいな。すごい悔しいとかも何にもなくすごい国士だみたいな感じだった。いいまあね、多分回数打ってればね、うん、意外と出るのかな。出る出る出る。でも国士って狙ってんの分かりやすいんじゃないの。いや分かりやすいけど逆にあのなんだろう、まあ、最初はスルーされるけど、うんうんうん、後半いつまでもなんか真ん中の範囲しか切んなかったらだったりちょいちょいなんか余るっていうんだけど、うんうん、自敗が出てきたりすると、うん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 、え待ってもしかして張ったみたいな。貼った？あの貼るっていうのが転廃する。もうあ国士を貼ってるってこと。そう。あえもしかして貼ったのみたいな感じでなんか行きづらくなってきたなみたいな、うん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 、この自敗使うんだけどこれ切っていいのみたいな。あそうだよね。とかなってくることもあるし、私結構国士成就しやすくってで自分で言うのもあれだけど、うんうんうん、結構上がりやすい、うんうんうん、バラバラだからこそなんか狙える役だから好き、うん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 、逆にいや僕がさあんまり麻雀さは詳しくないから変なこと聞いてたらごめんだけど、上がりにくい一番上がりにくい役満って何なの。え数アンコウとか。いや数アンコウ上がれんの。2番目に上がりやすいって言われてる。あんな無理じゃねって思っちゃうんだけど、ね、なんか泣いちゃうもんね。すごい数来ないと無理だし、うん、そこの前に多分普通泣いちゃうじゃん、うん、そこまで我慢できる気がしないもんな。できない。なんだろう上がりにくい。なんだろう。そもそも役満がいくつあるか俺は知らないんだけど役満の種類ね。なんか、まあ、でも数え役満とかなしでね。そう、うん、いっぱいあるんだけどね。チンロートとか結構。チンロート、ま、チンロートっていうのが全部1球だけでできる。え例えばマンズピンズソーズって種類があるじゃないですか、うんうんうん、その数字の範囲ね、うんうんうん、で数杯の1球だけを集めた。んでも、まあ、泣いてもいいから。あそっか、そうだよね。でもあんこしかできないもんね。そうあんこか、まあ、ポンかドイツで、ね、誰かが切った時にポンって言って、うんうんうん、揃えるかになるから。あでも泣いたらバレやすいっちゃバレやすい。まあちょっとねトイトイかな。あ、まあ、まあ、確かに1球ぐらいだったらって思ってくれたらいいけど、まあ本一とか本老頭とかに見せる、うんうんうん、に見られることもあるけど、まあその最高めが珍老頭。珍老頭聞いたことあるはずなのに今初めて聞いた気持ち。なんか最初の頃にさ役一覧みたいな配られるじゃん。あるあるある。きっと見てるんだろうな。あでプレイスタイルはどのプロに似てますか。えわかんないな。どっち派なの。なんか僕詳しくないんですけど、うん、僕ら教えてくれてた大井さんと村上さんはどっちかというと守りが固い人って聞いてて、ゆずぱいは攻撃型か防御型で言うとどっちなの。私は結局攻撃するのが好きになっちゃう。
なっちゃう好きになっちゃうもう一回好きになっちゃうのとこだけ言ってもらっていいですか。好きになっちゃうやったね、よかったね君たちいや守りすごい大事だし、うんうんうん、守らないといけないところはあるけど、うんうん、なんだろう、勝たないと上がれないもんな。そう、なんか上がらないと勝てないもんな、うん、結局自分がノーフォーラって一回も上がれない、うんうん、ノーフォーラノーフォージュでもね、ただ横移動して積もられるのを見てるだけで、うんうんうん、外から見てる麻雀面白くないかな、確かにって思っちゃうから多分負けるんだけど、攻めるときは攻めちゃう。そう、自分もなんかそれこそね、さっき脱衣麻雀の話して、うんうんうん、私がその脱衣麻雀でこの手降りちゃうのみたいなコメント結構あったから、うんうんうん、あ、そういうのって降りない方がいいんだなとか。あ、そう、ちょっとね、その脱衣麻雀はまたルールが複雑なんで、まあね、あそこは、ね、そう、普通の降りるとまたちょっと重みが変わってくるんですけどそうか、じゃあどのプロに似てるなとか、このプロ参考にしてるなとかは。まだなんかそんなかっこたるあれは、かっこたるのはない。ない、うん、大井さんとか村上さんとかに最初教えてもらってたじゃない、うん、それを参考に、まあでも参考にする部分はあれど、うん、全部が全部ね、自分の性格とかもあるもんね。あ、でも元気よくリーチっていうのはあの参考にしてます村上さんのリーチ覚えるね、言えってね、ちゃんとね。そう、確かにめちゃくちゃ発声とね、うんうんうん、発声とあと灰さばきをきれいにするっていうのだけは、うん、あのまあ確かにね、見て放送とか見てて、うん、なんか汚い打灰というかよりもきれいな方が見た目いいから、うんうんうん、それはきちんと発声する、きちんと打つっていうのだけ、うんうんうん、まあなんかその辺はね、普通の多分麻雀やる人よりも、まあ麻雀プロってタレントみたいなところがあるから、うん、やっぱ見る人のこと考えてね、うん、綺麗に打敗しないと。好きなプロはいるんですか。好きなプロね、好きなプロいっぱいいるから、なんか特にこの人が一番っていうのがちょっと言いづらいけど。あ、まあ確かに、まあ確かにねなんかお世話になってる人もたくさん、ね、そうだよね、関わる人が一人二人名前出して俺言われてないってなっちゃったらあれか。それこそずっと大井さんと村上さんに教わってたから、うんうんうん、やっぱ一番ね、本当マージャンを、ね、うん、始めるきっかけになった存在だから、うんうんうん、一番尊敬、なんだっけ、尊敬する好きなプロ、好きなマージャンプロはって言われたら、その二人の名前も挙げることが多い。うんうんうん、まあみんな好きだよ、みんな好きみおさんも答えてほしいですって言ってくれてるんだけど、うん、あの詳しくないので、好きな麻雀役はタンヤオ。うん、わかりやすい、わかりやすい、揃えやすい、上がりやすい、上がりやすい、以上です国士はあの振り込んだんであんまり好きじゃないですはい、私も振り込んだ時衝撃だったな、うん、けど自分も今までって、まあ、そんな大2年しかやってないけど、うんうんうん、散々国士人から上がっておいて、ね、うん、自分が放出した時にえーっていうの違うかな、まあ上がれば打つよねっていう。そう、でも僕なんか初めて最初の頃って国士なんかめったに見ないのかと思ったけど、うん、意外と効くから。そう、そう、意外と出る、意外と出るんだなっていうのは思ったより。そうですね、なんなら一番上がりやすい役のランキング第1位だと思う、うんうん、あ、そうなんだね。バラバラなところからね、まあしかもね、まあ、上がりやすいよね。上がりやすいし、上がれなかった時に守備に回ることがめちゃくちゃやりやすくなるから、うんうん、もうやるかやらないかのどっちかになるから、まあ路線変更してチートイツとかにもいけるけど、大体なんか国士諦めた時ってあんまり上がれないから。確かにな、まあ、そういう時にみんなの安全範囲をたくさん集めて置いて、もう、まあ、守り守備に徹するみたいなことも、まあ、降りるじゃないけど、そう、降りて、はいはいはい、確かにね、やる。ちょっと麻雀の話が多くなってきたんでちょっと一応ね、グラビアアイドルでもあるので、はい、こんな質問も来ております。はい、はい、いろいろ研究する人からのコメントです、うん、ニックネームなんとかパイのお二人こんばんは。
うん、ゆずきさんはみとうさんの、みとうさんはゆずきさんの顔もしくは体のパーツの中でちょっとあなたのここ良すぎるでしょうと逆に怒っちゃうぐらい好きなところはありますかというコメント。はい、早いよ、はい、まだ振ってないです。確かにゆずぱいと僕あのあだ名がみおっぱいなので、うん、2人ともパイ、はい、ゆずぱいのパイはどっちのパイ？でまあ、最初はねおっぱいのパイだったんだけど、まだ始める前からゆずパイか、うん、もうなんか DVD なんか事務所に所属して、うん、ゆずきっていう名字に変わってから、うんうん、半年ぐらいで DVD 出したタイトルがゆずパイだったのね、うんうん、あそうなんだ、そうそれでゆずパイっていうのが愛称になって、うんうんうん、なるほど。そしたらまあ都合よく麻雀牌のパイまでかかるようになったと。そう、まあダブルミーニングで、ミーニング、バリダブルミーニング、ダブルミーニングで、はい、まあ僕はねあのおっぱいが好きなんでみおっぱいと名乗ってるだけで僕のおっぱいは関係ありません。あだ名には、はい、僕はあのグラビアを始める前からみおっぱいっていうあだ名だったんで、そうおっぱいが好きすぎておっぱいの話をしすぎてバイト先でみおっぱいというあだ名をつけられた後におっぱいを出すようになったので自分のおっぱいとは関係ないんですよ本当に。そうなんだ、これ豆なみんな。へー、そうだからみおっぱいっていうあだ名のくせに大しておっぱい大きくないじゃないかみたいなことをね言ってくる人は考えを改めるようにお願いします。お願いします。はい、ではねお互いのここが好き、うん、手挙げていただいてたんで、ウエスト、あーウエスト、はい、めちゃくちゃ細い、ありがとうございます。あと足超綺麗、2個目言ったね勝手に。あ、ごめんなさい、え、なんか、ありがとうございます。確かに1個ではないけどね、うん、うん、足か、足はあんまり褒められたことないです、ね、うん、そう、めちゃくちゃ綺麗。あ、本当ありがとうございます。すいませんね、なんか僕ね、ゆずぱいって言ってるけど、うん、僕ゆずぱいのケツの方が好きなんで、それめっちゃ言われる。めっちゃいい形してない、うん、こう大きすぎず小さすぎず、うん、なんかこうなんだろう、こう餅でも別に下品な餅じゃないの、なんかつるん餅みたいな、わかる見てくれ、ツイッターを見てください、ゆずきあやなで調べてみてください、多分お尻がね乗ってるカットもあると思うんですけど、もう生尻乗せたいぐらいいいお尻だと思う。いや本当にいいお尻、ほんで綺麗だしね、なんかあのやっぱお尻さ売りにしてる子でもちょっと肌荒れとか、やっぱお尻って、うん、あの床とか座ったりとかすることもあるんで荒れやすいんですけど、本当に綺麗なお尻なの、まあ、生尻を見たことはほとんどないんですけどもう写真で見ても、あの一回ね撮影会で一緒になって生水着姿とかも見てるんですけど、うん、ケツの形が超いい、超いい、ゆずケツよ、もう語呂が悪い、そう、やめよう、語呂が悪いの、語呂が悪い。なんかそのね、なんか前いた事務所の時に、うんうん、ハッシュタグゆずケツでも出したらどうだって言われたけど、うんうん、語呂悪いし、なんか名前ちょっとケツがねケツって僕言っちゃうけど、ケツというそのなんか下品さというか、うん、言葉のね、うん、下品さがあるので、ね、ゆずしり、しり、ゆずしり、なんかね日本語がねあんま、確かに、まあ、ゆずパイはねちょっと言いすぎてね、言いやすいよね、うん、言いやすくなっちゃってるから。あとはね、まあ、普通に顔が好きなんで、僕顔がずっと言ってるんだけど、もう人生でタヌキ顔の女が好きなんで、うん、タヌキじゃん、結構丸くてなんか垂れ目でお目目が大きくてこう赤ちゃん顔童顔ロリ、うん、ロリコンなんで顔が好きです。年そんな変わんないもんね、年そんな変わんないはずなのに、うん、すっごい若く見えると思う、多分僕なんかと並んじゃうと多分そうですね、顔が好きです、原さんはい、はい、ではもう一個ぐらい読もうかな、ぼちぼちね結構喋ってきちゃったんですけど、うん、どうしようかな、あ、これは一応振って おきたいものがありましたが、どこ行っちゃったの、コメントがね本当にね、いっぱい、え、すごいね、あ、これだ、ファイブマコさんからのコメントです。ゆずぱいさんと麻雀打ちたかったらどうすればいいですか、ジャンソに遊びに来てください、はい、はい、告知チャンスですここえ、なんて告知、ね、告知チャンスというか、まあでもね、うん、ゆずぱいちゃんは本当にびっくりするぐらいゲスト出勤というか、うん、ゲスト出勤って言わないのか、まあゲス
当来店、うんうんうん、してくれてるので、月20ぐらい行ってる、行ってるかもしれない、ね、ほとんど毎日のようにどっかの雀荘に行ってくれてるらしいので、どっかしらで会えます。そう、本当気軽に会える女流プロ、お近くの雀荘があったら行ってみようかなって思ってくれたら大体行けます。なのでね、もうぜひすぐにでも同卓できますし、はい、まああとね、あの個人イベントとかでね、うん、麻雀のイベントとかオフ会とかもやってくれてて、やってます。実は3月にね一緒に麻雀オフ会、はい、やります、はい、やるんですけれども、こちら速完となりまして、はい、ちょっとあの一瞬ではけちゃったので、うん、の告知ねしようがないというか、もう一瞬だった、そうしても意味がないんですけれども、30分で完売したね、早かった本当に。でもね、私はみよっぱいって呼んだ方がいいの、呼んでいいの、なんでもいいですよ。何ですか、みよっぱいの、あの同卓指名をね、うん、あの設けたんだけど、うん、めちゃくちゃ指名入ってたんで、あ本当、うん、僕ね誰が予約してるか知らないのまだ知らないからあれ流しといた方がいい、あまあ後で聞きます、okay. はい、でもね、そう僕多分麻雀一緒に打つ機会がない方のタイプだし、うん、まあまだまだ下手くそなんでね、皆さんの胸を借りて頑張りたいと思います。頑張りましょうね。はい、これ振っていいのかな、なんだろう、瀬島さんからのコメントです。はい、わしが子供の頃は泣きの竜とか徹夜雀聖と呼ばれた男とか漫画読んだり、ゲーセンで脱衣麻雀とかあったりしたけど、今時の若いグラドルの女の子とか何きっかけで麻雀やるんだろうなというコメントですね。麻雀漫画読んだことある、うん、読んだことはあるっちゃあるけど、別にそれがきっかけで始めたわけでもなく、あでも始める前に読んだことあるんだ、あいや麻雀始めてから読んだ、あそうだよね、僕一回も読んだことないかもしれない、本当ないな、あの近代麻雀っていう雑誌があるじゃないですか、あれはあの自分がちょっと映ってた時に買って、うん、その時にちょっと読んだけど、うんうんうん、なんかちゃんと漫画読んだことない。さっきとか結構読みやすいとか、あパイがでかい女が出てくる漫画、あうん、はい、さすがみよっぱい、偏見がすごかった今あってなって、でももともとねその麻雀講習会に行こうと思ったきっかけは何だったの、うん、なんかそれが、ま名前出して平気、あ言ってたか、うん、近代麻雀予備校っていう授業で教わってたんだけど、うんうん そうだね、それの半年ぐらい前に近代麻雀水着祭りっていう撮影会があって、うんうんうん、野外の大きなやつですね、そうそうそう、でそれ出る時になんか初めて出るから、で何の詳細もなくって、やばいから麻雀しないといけないのかなって思って、いや名前だけや、名前だけやあれはでもやっぱ何の知識もなく行って、なんかその場で恥かいたら嫌だから、ちょっと勉強していこうって思って、えらー、でアプリインストールして、えらー、ずっとやってバスの中でやって、うん、でなんか撮影会終わってみたら、なんかほんとただの撮影会だったなっていうそうそうそう、あの近代麻雀水着祭、水着祭っていうのは普通に近代麻雀の、まあ、スポンサーというか、うんうんうん、みたいな提携している撮影会なんですけど、その撮影会中に麻雀の何かがあるというわけではなく、はい、普通の撮影会でございます、はい、けどねちょっと深読みしちゃったんだね、そうあやばい麻雀かみたいな、でもなんかせっかくね撮影会オファーいただいたからやるけど、うん、麻雀も一応勉強していこうってやって、うん、ちょっとかじったからそうちゃんと勉強してみようかなって思ったのが、あーなるほど、で今度は近代麻雀予備校だから、あこっちは本当の麻雀だ、本当の予備校って思って、なんかなるほど、まあ、無料で受けられる授業っていうことで、うんうんうん、あじゃあせっかくだったら、うんうんうん、受けに行こうって思って、なるほど、確かにまあね、ただで大井村上セットに教えてもらえるって冷静に考えたらやばいらしい ね、いや本当にそう、今だからこそそのありがたみがすごくわかるけど、うんうんうん、最初ピンときてなかった、本当知らないかったから、喋りやすいおじさんたちって感じだった、おじさん二人にマジを教わる、ね、うんうんうん、本当にすごい光栄な、ね、機会というか、うん、これ見ている麻雀ファンの方は、うんうん、超羨ましがる、いやそうだと思う、そうだと思う、まあ、なかなかねあそこで教えてもらって
プロになったっていう人いないから超貴重な経験だとは思いますね、うん、ありがとうございます。本当に僕はね普通にあの仕事につながるかなと思って始めたのでちょっとそういう人ちょっと動機不純ですほとんどだったの、まあ、でも確かにね、うん、そうですね、はい、ではぼちぼちね、5分前番組終了5分前早い早かった早かったよかったよかった。もう長く感じられたらもうつまんないのかなって心配になっちゃうからさ1時間も本当あったよね。そうなんですよ、まあ、ではぼちぼちエンディングに参りましょう。はい、ではですねこの今後の、はい、あの告知とか予定とかありましたら、うん、そちらの方お願いいたします。私ねなんかハッシュタグゆずパイスケジュールで、まあ、カレンダーを載せてるんですけど、うん、ゆずがひらがなでパイがカタカナ、はい、でスケジュールのカタカナ、うん、書いてくれば、うん、あ、まあ、あでも出してくれました。あ、ありがとうございます、はい、っていう感じでなんか本当にあのこれだけをしたいみたいなのが今あんまりなくて、うんうん、すごい毎日いろんなところに入ってるので忙しいな超忙しいな。皆さん遊びに来てください。そうだからマージャンがねできる人はジャンソーのゲストに、はい、来てるところに会いに行ってもいいし、マージャンはできないよっていう人もね撮影会もすごいゆずぱい出てるんで、はい、そちらの方に遊びに行ってみてください。お願いします。はい、で僕はですね、冒頭でもちょっとお話ししたんですけど1月30日にですね、脱衣麻雀ポロリアバッドデスの放送があります。こちらですねスカパーの有料放送で見れるようになってるので、スカパースカパー入ってる人チャンネル名とか一緒かな、まあ、ん刺激ストロング、あ刺激ストロングチャンネルの YouTube チャンネルの方でもね上がるんでよかったら見てみてください、うん、はい。まあね僕もスケジュール出してるんですけどなんか最近ねハッシュタグがね多分バンされててね検索しても出てこない現象。シャドーバン、そうあった、私もされたことある。そうなの、まあでもなんか存在がちょっとセンシティブなんでしょうがないのかなって思う部分もありつつ、同じ URL を何回も載せると、うん、なりやすいらしいね。あそうなんだ、うん、じゃあもしかしたら2週間にいっぺん鳥小屋ずりの URL を載せてるからそのせいでシャドーバンされてるかもしれないあれ人のせいはい、そういう感じでございます。ゆずぱいちゃんも僕もですね、麻雀一応、あ僕は一応ゆずぱいさんもプロのあれなんですけど、はい、はい、麻雀関係のねお仕事あるよっていう人とかもねあのぜひ振ってあげてください。お願いします。今日ねあのね実は、うん、多分麻雀プロの方がコメントくれてて、ね、あったよね。え知り合いですか。えみぞぴさん、みぞぴ、みぞぴ、あ知ってる知ってる、はい、会ったことない僕全然別口で、はい、あの知り合ったファンの、ファンじゃないな、他の方のファンの方、ね、うん、なんか結構麻雀プロでグラビアアイドル好きっていう方とかも ね、いるし ね、 いますね。まあなんか可愛い女の子と、まあ、男性が結構好きな趣味って結構抱き合わせされがちなのでね、うんうんうん、まあ、僕もちょっと頑張って、とりあえず今の目標はゆずぱいんちにお招きされて一緒に麻雀を呼びます。あと2人あと2人探さないとね。誰がいい、誰でもいいの、誰でもいいよ、誰でも呼べるの、え知り合いだったら誰でも呼べるの、知り合いだったらね、あ予定が合えばマジか、ちょっとじゃあ考えるね、ちょっと、うん、一緒にゆずぱいんちにあの行きたい女を2人か2人しか選べないのか、そうだね、あ私後ろから見ててもいいけどね。じゃあ最大3人かじゃあ今度はもうゆずぱいに麻雀を教えてもらいます、ぜひ、はいはい、はい、ではぼちぼち番組終了となります。次回はね、2月の10日ですね、木曜日、次回は、一人喋りになります。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。よかった、なんか僕ゆずぱいとちゃんと喋ったことも数えるぐらいしかそうだね、ないからちょっと緊張してた、本当、なんか今までねもう友達みたいなやつばっかしか呼んでなかったやつばっかって言い方あれですけど結構友達した子を呼んできちゃって、うん、ぬるま湯だったんで、ゆずぱいのファンがね見ててどう思ったかとかちょっとわからないんですけれども、ファンもずっとマージャン話してたから楽しかったと思う。本当
なんか感想とかももしあれば後で見るんでハッシュタグでツイートしてください、はい、お願いします、はい、ではまた次回、あ、今日のゲストはゆずぱいさんでした。また次回ありがとうございます。